そろそろ火が通ったかしら。いい匂い。豚バラに白菜ときたらミルフィーユ鍋を作るしかないわよね。はい、夢王子ふみさん、ポン酢のお届け物です。サインかハンコお願いします。ポン酢のお届け物？変ね、ポン酢なんて頼んだ覚えはないけど。まさかこの前応募したポン酢1年分が当たったの？今出ます、ハンコハンコで。じゃじゃじゃーん、林明館のアイドルいちえちゃんがポン酢のお届けに参りました。短い夢だったわ。なんで隠し来ちゃってるの？ほら、ふみの大好きなポン酢だよ。中身も醤油に入れ替えたりしてない純正のポン酢。ありがとう。私が勝手に舞い上がっただけだから気にしないで。それより一恵がうちに来るなんて珍しいじゃない。ああ、実はね。ん？くんくん。いい匂い！晩ご飯作ってたの？大きな音だったわね。育ち盛りなもんで。大したものじゃないけど、うちで食べていく？いいの？寮のご飯の方がちゃんとしてると思うけど、それでもいいならね。ふみの作ったご飯が食べたいの。うん、晩ご飯は外で食べてきますって寮に連絡するね。じゃあすぐに仕上げちゃうから、連絡が終わったらご飯とお味噌汁の用意手伝ってくれる？ラジャー。おいしい。柔らかい白菜とお肉がポン酢と相性抜群。ご飯が止まらないよ。おかわり。はいはい。あ、わざわざ家まで来たのは私の夕飯を全部食べ尽くすためじゃないでしょうね。違うよ、本当は相談があって来たの。ほら、そろそろホワイトデーでしょ。たまおにもらったチョコのお返しどうしようかなって。そんなに悩むこと？クッキーとかキャンディーとかいろいろあるじゃない。クッキーとかキャンディー、悪くないんだけど、ルイとユユコもお菓子を作るらしいし、だったら何か違うことしたいなって思わない？その気持ちはわからないでもないけど、私も甘いものでお返しするつもりはないしね。じゃあ何をたまおにあげるの？シロにちなんだ料理、ホワイトディナーを振る舞おうと思ってるわ。ホワイトディナー、いいなあ。私もフミにチョコあげればよかった。ポン酢の入ったポン酢ボンボンとか。一恵がそんな高度なアレンジできるとは思えないんだけど。それに食べ物を粗末にするのは許さないわよ。言い返せない。とにかく私はお菓子作りより料理の方が得意だし、手作りするならディナーだと思ったまでよ。そのホワイトディナーってやつさ、私も一緒に作っちゃダメかな？ホワイトディナーって意外性あるし楽しそうだなって思って。私は構わないけど、一恵が料理を作ったところって一回も見たことないんだけど。久美先生、ご教授よろしくお願いします。まあそうなるわよね。その代わりディナーでのレクリエーションは任せて。すっごいの考えてあるから。レクリエーション？嫌な予感しかしないんだけど。何をするつもりなの？これも白にちなんでるんだけどね。ごにょごにょごにょ。は？
よ、恥ずかしい。へえ、いいじゃんいいじゃん、ふみ絶対似合うよ。似合うわけないでしょ。というかそれって練習する時間も必要じゃない。お願い、スケジュールは私が考えるから。ルイとユユコも OK してくれたから何とぞ、フミ様。そんなこと言われたって。フミもタマオの喜ぶ顔見たいでしょ。絶対成功するから、この私が保証するって。あんたの保証はこの世で一番信頼できないけど、本当にそれでタマオが喜ぶんでしょうね。大丈夫、きっと成功する。うんうん、あたしがさせてみせる。はあ、仕方ないわね。やってくれるの？ルイとユユコもいいって言ってるなら、私がやらないわけにはいかないじゃない。ただし条件があるわ。条件？なんか嫌な予感。私と一緒に料理を作るなら、基礎からしっかり覚えてもらわないとね。包丁の扱い方、食材の切り方はもちろん、下準備と出汁の取り方、調味料、さしすせそも全部よ。さしすせそって何？一応聞いておくけど、お米すら炊いたことがないなんてことはないでしょうね。そりゃあお米大好きだし、ないです。これは難関だわ。今日はうちに泊まっていきなさい。今からみっちり仕込まないとホワイトデーに間に合わない。泊まりってみっちり仕込むって。ほらエプロンつける。食器を洗ったら早速レッスンよ。ダメ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 、全然なってない。包丁を使うとき左手は猫の手って何度言わせるの。舞台少女なのに指を切るなんて絶対に許さないから。ごめんなさい。背景瞬間次第に緩み、しのぎよい時節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。日頃から何くれとなくお心遣いをいただき、誠に感謝しております。さて、私が臨明館女学校に入学してからもうすぐ1年が経ちます。思い返せばいろいろなことがあり、また素晴らしい人々に出会いました。入学したてで右も左もわからなかった頃、当てどもなく玉尾先輩を探す私に声をかけてくれたのが一恵先輩でした。初対面なのにまるで友達に話しかけるような気さくさで、今思えば一瞬で心を許してしまったような気がします。私の緊張をほぐそうとしてくれたのでしょうか、麦茶だと言って手渡されたのはめんつゆでしたが、人見知りである私のたどたどしい話し方に呆れることなく、玉尾先輩がいる教室まで導いてくれたこと、今でも覚えています。ゆっことは初めて寮に訪れた新入生同士として出会い、いつの間にか打ち解けていました。私とは正反対のような性格だからこそ、憧れるところがあったのかもしれません。遅寝遅起きでマイペースなところがたまに傷ですが、私の大切な同級生、一番身近な友達です。でも最近はフミ先輩に特別メニューを作ってもらったのだとか、舞台少女としては一番身近なライバル、負けてはいられません。
ふみ先輩が演劇科に転科してから、私たちの演劇科生活はとても厳しく、しかし、やりがいに満ちたものへと変わりました。怒られることも少なくありませんが、指摘は的確ですし、何よりも間髪入れずに見せてくれるお手本が素晴らしいのです。シークフェルト音楽学院からの転入生がいるという話を聞いたときに、演技力でも一二を争うほどだったという噂を聞きました。その噂はきっと真実なのだと思います。毎日のように成長を実感できるのは、ふみ先輩のおかげです。そして、玉尾先輩は、この先は直接お伝えしたいので、3月14日の放課後、旧校舎の 1-1 教室まで来ていただいてもよろしいでしょうか。ご無理を承知でお願い申し上げます。それでは、お待ちしております。ケイグ。ルイちゃん、待った？玉尾先輩、すみません。わざわざ呼び出してしまって。ルイちゃんにお手紙をもらえて嬉しかった。それで、直接伝えたいことって何かしら？はい。実は、ルイ、頑張って！今日こそ気持ちを伝えるんだから！ルイちゃん？先月は美味しいチョコレートをどうもありがとうございました。チョコ？ああ、バレンタインの。私も、お返しのクッキーを作ってきました。どうぞ！ありがとう、ルイちゃん。大切に食べるね。今よ、ルイ。チョコの感謝と一緒に、私がずっとずっと育ててきた気持ちを、今！玉尾先輩！何、ルイちゃん。ダメ。勇気を振り絞らないといけないのに、どうしても言えない。ねえ、ルイちゃん。はい！ルイちゃんが言えないなら、代わりに私が言ってあげようか。先輩だし。何をですか？わかってるくせに。わかってるくせに？それで、玉尾先輩も？嘘、どうしよう。私、心の準備が。ルイちゃん。玉尾先輩、ダメです。私たちは先輩と後輩という関係で。ルイちゃんは可愛い後輩だよ。だから、あとは先輩に任せて。ルイ。おーい。玉尾先輩、そんな鳥が見てます？やれやれ。落語を目覚まし代わりにするのは贅沢ですが、一席ぶってもらえますか。妄想の世界からおはようございます。ゆっこ、私何か言ってた？背景瞬間次第に緩み、しのぎよい時節となりましたが、今日も通常運転ですね。でも練習とはいえ、ケーキを作ってる最中に上の空は危険かなぁと、いろいろな意味で。穴があったら入りたい。ルイを残して家に帰るのが心配になってきました。そういえば実家に戻るんだっけ？地元の方に有名な落語家さんが来るとか。そうです。次の日曜日、地元に来るなんてめったにないし、
あまり家にも顔を出せてなかったんで、ついでに。楽しんできて。あ、でも演奏の練習はサボったらダメだからね。し、どこで玉尾先輩が聞いてるかわかりませんよ。あ、そっか、ごめん。私はサプライズじゃなくなっても構いませんが、一恵さんがどうしてもっていうので。でも、一恵先輩がサプライズにこだわるってことは、そうした方が玉尾先輩に喜んでもらえるんだと思う。ただ驚かせたいだけな気がしますが。ま、帰ってきたらケーキ作り手伝うんで、心を込めて作りましょう。わかった。それまでにいっぱい練習しておくから。バレンタインのチョコのお礼だけじゃなくて、日々の感謝も伝えられるような、そんなケーキを作れたらいいな。大丈夫。いける。鳥も見てないから。それは忘れて！一恵、食材はちゃんとメモしてあるわね。あるよ。でも、やっぱり別々に探すことないじゃん。二人で仲良く買い物しようよ。ダメよ。一恵に料理の基礎を叩き込むって決めたんだから、今は1秒でも惜しいの。それに一恵だって、やるからには悔いを残すことはしたくないでしょ。一回でも多く練習して、玉尾に美味しい料理をご馳走してあげましょう。うん、わかった。玉尾にはいつも食べさせてもらってばっかりだもんね。玉尾の笑顔のためにも頑張るぞ。それじゃあ、お買い物に行ってきます。ブイヨン、ブイヨン、どこかな。あれれあれれれれ、一恵ちゃん。ああ、カレンちゃんだ。ああ、偶然だね。元気？もう超元気。カレンちゃんも相変わらずグッドグッドっぽいね。グッドグッドですよ。一恵ちゃんもお買い物？そう、バレンタインデーに玉尾からチョコもらったんだけど、そのお返しにサプライズディナーを企画中でね。今日はそれに使う食材の買い出しに来たの。カレンちゃんは？一緒一緒。私もバレンタインのお返しにサプライズを計画中なんだ。でもなかなかいい案が思いつかないから、買い物に来たら何かひらめくかなって。あ、そのサプライズする相手ってもしかしてひかりちゃん？あ、どうしてわかったの？それはね、私がキューティーエスパー少女一恵だからだ！っていうのは冗談で、二人のこと見てれば誰だってわかるよ。うん、そういうのいいよね。じゃあ、今日は一人でこっそりお出かけなんだ。ううん、バナナと来てるよ。あ、バナナじゃわかんないかな。この一恵の洞察力を見くびっちゃいけないよ。それって、ナナちゃんのことでしょ。大バナナちゃんだから、バナナちゃん！大正解！それに、サプライズディナーってアイディアも素敵だね。ひかりちゃん、クリスマスの時、バナナが作ったミスターホワイトケーキを見て、すっごく喜んでたし。私もあんな風に美味しいものを作ってあげたいな。でも実はディナーだけじゃなくてね。こにょこにょこにょ。すごいね。そんなことするの？でも私もね。こにょ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 。おお、ナイスアイディア。それひかりちゃん絶対喜ぶよ。そうかな。そうだよね。早くホワイトデーにならないかな。白菜にジャガイモ、ホワイトしめじに玉ねぎ。
あとはシーフードミックスね。ふーみちゃん。え、あ、台場さん。やっぱりふみちゃんだ。夕飯のお買い物？ううん、今日はなんて言ったらいいのかしら、ホワイトデーに向けたお料理教室。お料理教室？バレンタインデーのお返しに一恵とディナーを用意しようって話になったんだけど、あの子料理をした経験がないから、まずは基礎から叩き込んでるところなの。なるほど。それでホワイトデーディナーって何を作るの？ちょっと特別なホワイトシチューよ。ホワイトデーに特別なシチュー。体も心も温まりそうでいいと思います。あ、ありがとう。実は私たちもホワイトデーのお返しを悩んでて。あ、いたいた。おい、バナナ。あ、ふみちゃんもいたいた。こんにちは。ええ、こんにちは、愛情さん。あれ、ふみちゃん照れてる？照れてなんかないわよ。別に照れてるわけじゃなくて、ふみちゃんなんて呼ばれ慣れていないから少し戸惑っただけよ。ん？そうだ、台場さんたちももしお返しに迷ってるならディナーも候補に入れてみてもいいんじゃない？あ、バナナたちもその話してたんだ。いいよね、ホワイトデーディナー。うん、でもうちのキッチンで作ったらすぐにバレちゃってサプライズディナーにならないかな。ああ、2人とも寮なんだよね。じゃあフミの家で一緒に作れば問題解決なんじゃない？ちょっと、なんでそうなるのよ。私たちも作るんだから人助けもできて一石二鳥じゃん。あ、でもフミの家から清少まで持ってくのが大変か。まあ、シチューだから冷凍すれば持ち運びも難しくないし、匂いでバレることもないでしょうけど。そんな裏技が？じゃあ決まりだね。あのね、フミはこう見えて一人暮らししてるんだよ。へえ、すごい大人だね。フミちゃん家見てみたい。ディナーってすごくいい案だし、ふみちゃんの家で作らせてもらえるなら助かるけど、迷惑じゃない？え、迷惑ってほどじゃないけど、なんて言ったら迷惑なのを我慢してるように聞こえちゃうじゃない。ああ、もうそんなこと思ってないのに。そういえば、ななちゃんって料理が得意だったよね。そうなの、バナナは私たちのお母さんなんだから。得意っていうか、お料理とかお菓子作りが好きなだけよ。でもでも、バナナの作るものは何でも美味しいんだよ。へえ、いいじゃない、それなら大歓迎よ。一恵にもいろいろ教えてあげてくれない？ああ、それいい。フミはスパルタだから優しく教えてほしいな。ちょっと、優しく丁寧に指導してるでしょ。まあいいわ。とにかく今日からホワイトデーまでうちで練習して、13日に冷凍したものを清少に持ち帰るならサプライズ成功するんじゃない？うん、バッチリ。ありがとう、ふみちゃん。別にお礼なんていらないわ。そうと決まったら、早速フミの家でレッツクッキングだ。はい、レッツクッキングだ。これからカレンちゃんとイチエちゃん、そしてフミちゃんと秘密のお料理教室始めちゃいます。台場さん、何撮ってるの？え、写真？ピースピース。バナナ、可愛く撮ってね。
ピース。あ、バナナも交代で取ろうね。ありがとう。三人ともとってもいい感じ。ふみちゃん、もう少しだけ笑顔笑顔。こうかしら。バッチリ。それじゃ取りまーす。はい、バナナイス。ただいまー。一恵の家じゃないでしょ。まったくもう。さ、どうぞ上がって。あまりおもてなしもできないけど。お邪魔しまーす。あー、すごい、本当に一人暮らしだ。そんなキラキラした目で見るような部屋じゃないと思うけど。ううん、部屋を見ただけでふみちゃんの几帳面さが分かっちゃった。いいお家ね。そういうのはいいから、早く作るわよ。こういう態度を取る時のふみはかなり喜んでます。一恵、うるさい。ふみが怒った。ふみちゃんと一恵ちゃんはとっても仲良しなのね。うんうん、息ぴったり。それじゃあ今日からホワイトデーディナーを失敗しないための予行練習をするわよ。料理を作るだけじゃなくて盛り付け方も考えるし、テーブルの飾り付けにも挑戦するわ。わあ、本格的。まさにディナーって感じだね。確か作るのってシチューだったよね。シチューに盛り付け方ってあるの？先にルーをお皿に入れて、後から具材を盛り付けると見栄えが良くなるの。へえ。台場さんがいると説明が省けて助かるわ。じゃあ早速始めましょうか。具材を切るのなら任せて。泊まり込みで教えられた包丁テクニックを披露しちゃう。具材を切るときはにゃんこの手。じゃあ私はバナナ流の包丁テクニックでじゃがいもの皮を剥いちゃいます。バナナ頑張れ。ピーラーじゃないのね。清少一料理上手のお手並み拝見ってところかしら。おお、ナナちゃんすごい。皮をスラスラって剥いちゃった。目も全部くり抜いてあるし、さすがね。まひるちゃんのご実家が北海道の農場だから、毎年いっぱいじゃがいもをいただくの。だから自然にジャガイモの皮むきが得意になっちゃいました。マヒルイ持って行って、みんなで食べて。カレンちゃんどうしたの？玉ねぎが目に染みてるみたいね。玉ねぎ切るなら水中メガネ持ってくればよかった。たまにカレンちゃんにお料理を手伝ってもらう時があるんだけど、玉ねぎを切る時は鼻まで覆える水中メガネをつけるの。そうすると全然染みないんだよ。おすすめだよ、水中メガネ。なるほどね。さあどんどん行くわよ。次は切ったお肉と野菜を炒めましょう。ふみちゃん、野菜炒めるの上手。いや、野菜を炒めるのに上手も何もないでしょ。そんなことないわ。もし野菜を焦がしちゃったらシチューの色が濁っちゃうもの。ふみって舞台以外ではいつも謙遜するんだよね。じゃあ舞台だと言わないんだ。すっごく自信満々。教える時も超スパルタだよ。あれ？あれ？一恵ちゃん、どうしたの？ふみ一大事だよ。ルー買い忘れてる。買い忘れたんじゃなくて買わなかったの？今作っているのは市販の固形ルーを使わないシチューよ。
シチューってあの四角いのがないと完成しないんじゃないの？ドッキリ？フミ流の高度なドッキリ？小麦粉とバターでとろみを出すから大丈夫だよ。ね。ええ、小麦粉とバター？フミちゃん、特別な日のシチューだから市販のルーは使わないの？うん、私が作るシチューはいつもルーを使わないの。理由は後で、隠し味を入れるときに教えてあげるわ。うわー、本当にトロトロのシチューになった。ルー入れてないのに。すっごい、ふみちゃんマジシャンみたい。褒めてくれてありがとう。で、いいのかしら。あとは煮込めば完成だと思うけど、そろそろ隠し味の出番？ええ、最後の仕上げよ。ふみ、まさか。そう、ポン酢よ。ポン酢？ダウト！いくら料理のことがよくわからない私でも、シチューにポン酢が合わないことぐらいわかるよ。ま、騙されたと思って見てなさい。ポン酢が万能調味料だってことを証明してあげるわ。さあ、出来上がりよ。みんなで味見をしてみましょう。では、出席番号1番、愛情カレン、いただきます。はっ、うん、おいしい。でも、食べたことない味。なんか和風。わ、ほんとだ。後味がすっきりしてて、いくらでも食べられちゃいそう。おかわり。そっか、ポン酢が合うシチューに調整するために市販のルーを使わなかったのね。その通りよ。ポン酢に含まれる柑橘果汁のさっぱりした後味と醤油の旨味成分、そしてお酢のコクを最大限に発揮するためのシチュー。それこそが夢王子家門外不出のメニュー、ポン酢シチューよ。素敵。ホワイトデーはポン酢シチューで決まりね。うんうん、きっとひかりちゃんも喜んでくれそう。ふみちゃん、ありがとう。みんな、リビングを掃除しちゃうから、ちょっとだけ。あら？珍しいわね。日曜日なのに誰もいない。いつもなら、一江かゆゆこちゃんがくつろいでるのに。あ、でもゆゆこちゃんは今日実家に帰るから、お部屋で準備をしているのかも。一江はまたどこか飛び回っているのかしら。でも、最近みんな外出することが増えたような。きっと偶然よね。みんながいないなら気合を入れて掃除しちゃいましょう。いつもはゆゆこちゃんに移動してもらったり、一恵に声をかけられて時間がかかるんだけど、今日はもうお掃除終わっちゃった。余った時間で個人練習もいいけど、たまにはお買い物もいいかな。そうね、しばらくレッスン漬けだったし、みんなも気分転換に出かけてるんじゃないかしら。ゆゆこちゃんが寮を出るのは夕方だから、それまでに戻ってこよっと。夏に咲く花の種、芽が出るのが楽しみね。ふみ、早く早く。あれ、今一恵の声がしたような。そんなに急ぐ必要はないでしょ。待ち合わせまでまだ10分もあるのよ。
だって早く練習したいんだもん。やっぱりフミと一緒に出かけてたのね。買い物も終わったし、このまま合流して。あら、いちえちゃん、ふうみちゃん、ごめんね、お待たせしちゃった。ううん、あたしたちも今来たところだよ。それじゃ行きましょうか。今日はみっちり練習するわよ。私、どうして隠れちゃったんだろう。ううん、それより愛情さんと台場さんだったよね。練習って言ってたけど、4人で一緒にレッスンでもするのかしら。でもそんな話、一恵とふみからは一度も聞いてないけど、きっと言い忘れてるだけよね。今度聞いてみればいいし、帰ってお花の種を植えようかな。るいちゃんがいたら一緒に植えたいな。これでよし。暑くなる頃には花壇が夏色でいっぱいになって賑やかになるわ。なんだろうこの気持ち。置いてきぼりにされちゃってるみたいで、少し寂しいのかな。でも他の学校の子と練習することは刺激になるし、私が口出しすることじゃないよね。けど4人が楽しそうに喋ってるのを見て、私は寂しいというかドキッとしたような、なんだか自分が情けないような気がして。ううん、大切な時期なのにこんなこと考えちゃダメ。私がしっかりしなきゃダメ。気になるなら本人に聞けばいいだけのことだもの。やっぱり今日はレッスンをしよう。みんなのために、凛明館のために、そして自分のために。私は上手くならなくちゃいけないんだから。たまお先輩。あら、るいちゃん。そうだ、これからレッスンをしようと思うんだけど、るいちゃんも一緒にどう？ゆゆこちゃんは準備をしてると思うし、ふみは一恵と出かけてるから二人だけだけど、どうかな。たまお先輩と二人きりでレッスンですか？もちろん、ぜひ。よかった。じゃあ、あの、でもその前に、たまお先輩に言わないといけないことがありまして。どうかしたの？本当は心の中にずっとしまっておくつもりだったんですが、14日に向けて気持ちが大きくなってしまって。あ、でも14日といってもホワイトデーとは、あの、特に何も関係ないんですけど。るいちゃん、落ち着いて。はい、その、実はですね。すみません、たまお先輩、やっぱり大丈夫です。すみませんでした。あ、るいちゃんすごく悩んでるみたい。最近忙しそうにしていたことと何か関係があるのかしら。あ、たまお先輩、そろそろ実家に帰らせていただきます。ゆゆこちゃん、もうそんな時間なのね。はい。ところで、ルイがすごい速度で走っていきましたけど、何かありました？それが私にもよくわからなくて、私に言いたいことがあったみたいなんだけど、ゆいこちゃんは何か知ってる？そういえば、焦点の合ってない目で天井を見上げながらブツブツ言ってましたね。鳥が見てるとか。鳥？ゆゆこちゃん、できればるいちゃんの相談に乗ってあげたいんだけど、
なんて切り出したらいいかな。あー、そうですね。今はそっとしておくのが一番かと。そう。後輩の相談にも乗ってあげられないなんて。友尾先輩？あ、なんでもないの。引き止めてごめんなさい、ゆゆこちゃん。いえ、それじゃあ行ってきます。うん、あさっては帰ってくる時間が分かったら教えて。美味しいご飯を作って待ってるから。それだけを楽しみにして帰ってきます。それでは行ってらっしゃい、ゆゆこちゃん。さあ、レッスンを始めなきゃ。この不甲斐なさを跳ね返せるぐらい力をつけるために。今日のレッスン、全員の息が合っててとても充実していたわ。明日も明後日もこの調子で頑張らなくちゃ。でも、みんな用事があるって先に着替えて帰っちゃったけど、何だったのかしら。やっぱり、みんなに何をしてるのか直接聞こう。このままずっと寂しがってるわけにはいかないもの。よし、今日のご飯の時に聞くのよ、玉を。気になるなら自分から聞かないとダメ。あれ？リビングに電気がついてない。みんなまだ帰ってきてないのかしら。スイッチは。ハッピーホワイトデー！え？玉王、おかえり！遅かったわね。寄り道してたの？玉尾先輩、こちらへどうぞ。特等席ですよ。みんな、ホワイトデーのサプライズディナーよ。とりあえず座りなさい。あたしとフミが料理、ルイとユユコはデザート。ホワイトデーだからできるだけ真っ白にしてるんだよ。バレンタインデーは本当に美味しいチョコをもらったから、私たちもそれなりのお返しをしたいってことになったの。見て見て、フミと作ったんだよ。はあ、美味しそうなシチュー。だからほら、まずは玉尾が食べてみて。それじゃあいただきます。とっても美味しい。やったー！よーし、フミ、あれやるよ。え？最後にやるんじゃなかったの？玉尾の喜んでる顔見たら歌いたくなっちゃって。ほら、ルイとユユコも準備準備。よいしょー。一恵、その衣装。うん、アイドルやってた時の友達に借りたんだ。ホワイトデーだから白い天使の衣装で歌おうって言われた時は無理って言ったけど、一恵がどうしてもってせがんできたのよ。フミも、レイちゃんとユユコちゃんは楽器？素人に毛が生えた程度ですが、その辺はご了承ください。玉尾先輩のために心を込めて演奏します。玉尾、聞いて、今日のために作詞作曲してみんなで練習した感謝の歌。タイトルは五行の絆よ。ミュージックスタート。この歌を私のために。ちょっと、玉尾、泣いてるの？ごめんね、嬉しくて。それになんかほっとしちゃって。ほっと？どういうことですか？玉尾、ごめんね。そんな風に思ってるなんて知らなくて。ううん、私が勝手に寂しがってただけだから。でも、もう大丈夫よ。大丈夫じゃない。聞いて、玉尾は自分のことを情けないとか頼りないとか思わなくていいんだよ。
だって私たちはタマオがいるからここにいるんだもん。そうですとも、タマオ先輩あっての演劇家なんです。タマオ先輩がいない演劇家なんてありえません。多くを語らずとも伝わってると思いましたがね。うん、みんなを疑ってたわけじゃないの。私の弱さがみんなとの心の距離を生んでる気がして。でも蓋を開けてみれば勘違いだったからほっとしたってわけ。仕方ないわね。確かにあなたは推しに弱いし、心配性でお人よしで、自分のことがおろそかになるほど優しいのがたまに傷よね。でも林明館女学校演劇科の中で一番強い心を持ってるはずよ。みんなが私を勧誘しに来た時あったでしょ。私は普通科の生徒よ。もう舞台に立つ気も練習する気もないわ。分かったら帰ってちょうだい。舞台に立たなくても練習もしなくていいから、一回だけ私たちの練習してるところを見てよ。お願い。意味わかんないんだけど。お願いします。一江さんがここまで言ってるんです。聞いてあげるのが人情なのでは。ああ、そんなことを言ったような、言っていないような。言った言った。あの時はフォローしてくれて嬉しかったよ、ゆゆこ。懐かしいですね。だいぶ前のことなのに、よく覚えています。あの時は本当に意味がわからなかったから、困ったわ。だから、一番話の通じそうなタマオに行ったのよ。でもちょっとあなた、この子たち止めてよ。私からもお願いします。私びっくりしたの。そこに強い強い意志を感じたから。強い意志。それであの時は練習を見るだけならって約束をしたの。最終的に一緒の舞台に立たせてもらうことになったけど、今思えばそれも玉尾の強い意志に背中を押されてたんだわ。もし玉尾に覚悟がないって思う人がいるのなら、今は言わせておきなさい。あなたには強い意志、強い思いがちゃんとあって、だから私も舞台少女としてまた舞台に立つことができた。そうじゃなかったら今も普通科にいたわ。私も同じです。玉尾先輩の演技を見てなかったらきっとここにはいませんでした。人見知りの私にも玉尾先輩は優しくて、玉尾先輩は私の人生を変えてくれたんです。私も玉尾先輩が心配性でお人よしじゃなかったら、とっくにどこかに行ってたと思いますよ。ありがとう。聞いたでしょ？みんなをここにつなぎ止めてるのは玉尾なの。だから、玉尾が自分も含めて、全員を信じてくれてないとね。ええ、一江の言う通りね。私はみんなで支え合いたいし、支えてほしい。すぐに迷ったり自信をなくしちゃう私だけど、みんな改めて私と一緒にいてくれるかな。一生ついていきます。一生ついていきます。ルイが2回なら私は3回言っちゃう。ついてくついてくついてくぞ。みんなで仲良く気楽に行きましょう。一緒に見せてもらうわよ、みんなの夢をね。みんな、ありがとう。私、もっと自分を信じるよ。やろう、みんなで。みんなで、進もう。